般に、形を取っていきます。手前のひまわりと奥のひまわりですね。大まかに花びらの形を取っていきます。この輪郭線を取っていきます。全体の形が取れたら、今度は2回目の、チェックといいますか、もう一回見直すために形を取り直していきます。立ててちょっと間延びしてるように感じたら、ちょっと短くしたり調整します。部分の線を消していって、絵の具に入っていきます。まず黄色を全体に下地に塗っていきます。胸のとこにも黄色を塗っていきます。でちょっと濃い黄色を作りまして、花びらの影を作っていきます。さっきよりも薄めの色で、そのぼかしの表現をして花びらの影みたいなのを描いていきます。オレンジと緑などを混ぜて茶色を作って種を描いていきます。これは筆を立てて点描で点々点っていうふうに作っていきますね。筆のかすれを使ってちょっとこう種が詰まってる感じを出していきます。葉っぱも、薄い黄緑から塗っていきます。濃い緑も塗っていきます。葉っぱ以外の緑の場所も、塗っていきます。
人目細い筆で輪郭線にちゃんとこはみ出ないように、あの輪郭線気をつけながら塗っていきます。先ほど空を塗っていた水色をちょっと薄めて、ちょっとグレーっぽい色を混ぜた色で、雲の影を塗っていきます。どうしても細い筆で塗ってるとあのムラになるので、あの大きい筆で空の透き通った、影の色を、こべたのりをもう一度きれいに塗っていきます。太陽光を描くため上の方は若干白く開けておきます。再び花びらで、この茶色に近いような影の色を入れていきます。白を使ってちょっとこう光を感じるように塗っていきます。白を使えるのがアクリル絵の具の特徴です。種の色は結構複雑なので何回も塗り重ねて、種のぎっしり感と複雑な色を出していきます。はい、そろそろ完成です。こんにちは、愛子の画家生活へようこそ。今日はですね、アクリル絵の具で、ひまわりと青空を描いてみました。アクリル絵の具っていうのはあの結構固まりやすくて、油絵の要素がすごい強い、あの上からこう塗り重ねができる感じの絵の具になります。私はあのこういう感じで、こう絵の具をボックスに入れて、保存してるんですけど、ターナー社ですかね、ターナーの、絵の具が多いですね。これパーマネントイエローって書いてますけど、あのこういう感じのチューブに入ってて、出して使うって感じですね。なので、その結構ベタって塗るときにはこうグリッと取ってこう塗れば油絵っぽくなりますし、あの薄く水に溶かして使うと、あの水彩みたいにあの薄く重ねることもできるっていう、ちょっとこう結構いろんな複雑な使い方ができるようですね。でですね、今回はこういう感じで段ボールの板にアルミホイルを貼って、後ろこんなんですけど貼って、でその上でこう混ぜ合わせながらお水使って描いていくんですが、初めひまわりを描くときですね、このひまわりはだいたいこの辺で、葉っぱとかこの辺ですね。で、この5色出して、色混ぜながら作っていったんですけど、もうすでにね、これもうカチカチにこう乾いちゃってるんですよ。
乾くとこうカチカチになっちゃうっていうのがそのアクリル絵の具の特徴で、水彩はね乾いてもこう溶かして使っていけるじゃないですか。でもアクリルはねこうカチカチになっちゃうんですね。で、初めそのひまわりを描いていって、後からあの空のとこやったのでこっちの方に出てるんですけど、この辺で作ったこの茶色みたいな色ですね。こういう色はその茶色の絵の具をブチュで出すんじゃなくて、このオレンジと緑とか赤と黄緑とかこういう反対の色を混ぜることでちょっとこう汚い色っていうか茶色ができるんですね。なのでわざわざ茶色は出さずに混色して使っていきます。で、空ですね。空が意外とこの緑、この青はあんまり必要なくて、この2つの薄い明るい空でしたので、この2つを、ね、合わせて作りました。で、日光とか書いてたと思うんですけど白を使って描きました。白を挟み塗りできるのがアクリル絵の具の特徴になってますね。はい、で実際できた作品がこちらになります。はい、この空がね結構ベタ塗りが難しかったんですけど、輪郭線を描くときに細い筆使うのでムラになったりするんですけど、最後に太い筆でこうハケみたいな筆でクワーって塗っていくと筆の面積広い分こう綺麗に塗れるので最後ムラをなくしたって感じですね。で、結構ねこの種のねこの色っていうか密度を描くのがすごい難しかった。それとあと結構逆光気味なのでこのひまわりが結構こう茶色みたいな色がいっぱい入ってるんですけど、その色加減も結構重ねましたね。で、このひまわりに対してこっちの方が手前にあるし大きいのでこっちしっかり描き込んで、こっちはあっさり仕上げたって感じになります。でこの空のとこもこれアクリルの白を使ってふわーってこうなんとなく光ってる感じにしましたね。はい、で空なんですが、空もこれは紙の白を生かして使ってます。まあ白ね上から使えるんで白で描くこともできると思いますが、まあ、私はちょっとそれより紙の白を使った方が楽かなと思って、残して描きました。でこの辺影入れたって感じですね。はい、なんか夏らしい暑い感じの、絵になったかなと思います。実際ねもう最近めちゃくちゃ暑くなってきましたよね。はい、なんかひまわり畑とか行ってみたいなって思います。私まだ行ったことないですね、よく考えるとひまわり畑はい、っていう感じでした。はい、ね、こんな感じで、アクリル絵の具が今回初めてでしたけど、いろんな画材でいろんなものを描いていこうかなと思いますので、先生見ていただければ嬉しいなと思います。他にもいろんな絵を描いてみた、再生リストとか作ってありますし、先生もそちらもチェックしていただいて、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、今日も見ていただきありがとうございました。